はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。今回はステップヒールやシャッフル、クランプロールなどを使った超入門レベルの振り付けをお伝えします。過去の超入門レベルでも似たような振りをたくさん使ってますので、ぜひこちらもご覧ください。ステップやシャッフルなど基本的なステップの打ち方を確認したい方は、以前ステップ解説動画でも作ってます。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。今回の動画少しでも役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。後半ではメトロノームに合わせて右足から左足から3つの速さで踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。右足からステップヒール、ステップヒール、シャッフル、ステップヒール。横からね、シャッフル持ってくるようにします。ステップヒールを打つ場合は、ステップっていうのは比較的高い音が出ます。ヒール、ドロップ、今回のヒールは低い音が出やすいので、高い低いという組み合わせの場合は、ちょっと低い方を少し強く踏んであげて、相手に聞こえるバランスをね、同じようなね、音の強さで聞こえるように踏むことをちょっと意識してみてください。もう一度いきますね。そしたらまた反対で、ステップヒール、ステップヒール。今度は同じようにシャッフル横から持ってくるんだけど、ステップステップ。ね、ステップヒールじゃなくて、シャッフル、ステップステップ。ここまで頭からゆっくりやってみましょう。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7。ここまでを一緒にやってみましょう。5、6、7 1、2、3、4 5、6、7 1、2、3 3、8目から左足のシャッフル、ステップ、ステップに終わってますね。この後左にとステップ、ステップの後に左にヒール、ヒール、移動しながら左にボール、ボール、左に左に右、こういう流れが繋がってますので、2エイト目からちょっと繋いでみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。この時のシャッフル、ステップ、ステップ、ヒール、ヒール。この動きのこと、ね。ボール、ボール、ヒール、ヒール。今回は左右、左右ですけど、クランプロールと言います。クランプロールについては、以前、解説動画を作ってますので、確認したい方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。それでは、2エイト目からもう一度つなげてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、スタンプ。そしたら、前にスタンプして足をかけて回ります。で、回りやすい、回るときって、スタンプでこう回ると、足がね、体が動かないんで、ステップの場合はこうね、次のステップを打つまでに回ってくれるので、できたら、ステップとスタンプをね、使い分けていただいて、今回だと、ワン、ツー、スタンプ。スリー、フォー、ファイブ、シックスって、ステップが使えると、回りやすくていいですね。まだ、ね、ヒールアップが難しい方は、スタンプでも構いませんので、ちょっとそこね、できる人は区別してみてください。1、2、3、4、5、6で正面向いて、7と7、8。パス。それでは、2エイト目からね、ちょっとつなげてみましょうか。長くなりますけど。5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、2エイト目から一緒にやってみましょう。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7、8。頭からつなげてみましょう。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。
やってみましょう。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7。1、2、3。5、6、7。1、2、3。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7。同じような動きから次の足の運びが変わることってよくありますけど、今回で言うと、例えばシャッフル、ステップ、ヒルって打つ場合と、シャッフル、ステップ、ステップって打つ場合があります。こういったところがね、間違いやすいポイントになるので、次の運びがね、似たような動きの後の何かっていうのはすごく気をつけて、振り付けを覚えるようにしてみてください。それでは、メトロノームに合わせてやってみましょう。右足から、5、6、7。今度は左足からやってみましょう。5、6、7。右足から5、6、7。今度は左足からやってみましょう。5、6、7。右足から5、6、7。今度は左足からやってみましょう。5、6、7。今度は左右続けてやってみましょう。右足からいきます。5、6、7。今回はステップ、ヒールやシャッフル、そしてクランクロールなどを使った超入門レベルの振り付けをお伝えしました。ステップ、ヒールとかね、シャッフルっていうのはね、必ずと言ってもいいものね、必ず使います。それをどれだけ正確に、ね、強弱をね、しっかりと相手に伝わる音として届けられるかっていうことが大事になるので、一音一音気をつけて丁寧に音を出していきましょう。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。